皆さんこんにちは、聖火です。今日は展示会だったり美容だったり、そんな何気ない一日を Vlog でお送りしたいと思います。まず朝起きて観葉植物のグネちゃんにお水を飲んでもらいます。最近ね、急成長して髪がすごいボサボサになってきました。そんな今日は雨予報みたいです。いやもう本当に雨だとね、テンション下がりますよね。これは最近 3COINS で買ったヘアアクセたちです。大きめのシュシュだったり、めちゃくちゃ流行っているヘアクリップがね、これ全部300円だったんですよ。コスパ最強ですよね。雨の日はヘアセットしても湿気でね、崩れちゃったりするし、オフの日にね、髪の毛巻いたりするのめんどくさいので、そういう時はだいたいヘアアクセに頼っちゃいますよね。で、今日はお気に入りなゴールドのヘアクリップをつけたいと思います。はい、身支度が完成しました。さっきね、雨予報チェックしたのに、なんか知らないけど全部白着てますね。この時ね、気づいてないと思います。ではマツパに行ってきます。やってもらった、超上手。わかるかな、いい感じ。くるみちゃん、ありがとうございます。こちらこそありがとう。かわいい、上手です。ほんといつもありがとうございます。恥ずかしい。かわいい。はい、マツパ終わってめちゃくちゃ寒くて、ちょっとねスタバに寄っちゃいました。この日はイングリッシュブレックファーストティーラテにオールミルク厚めでお願いしました。オールミルクにすると濃くてね、すごい美味しいですよね。最近はこのカスタムにハマってます。やっぱり温かい飲み物飲むとすごい安心しますよね。という感じで少しダラダラして、ちょっと一時帰宅したいと思います。いつもね、帰ったらこんな風にマミニャンがお出迎えしてくれます。本当に可愛い。手洗いうがいを済ませたらマミニャンとのラブラブタイムです。マミニャンはね、自分の体のどこかがね、私に触れてないとダメなタイプみたいで、もうね、本当にめちゃくちゃ甘えん坊さんでね、すごい愛おしいですね。こうやってダラダラしている時間が一番幸せです。この肉球とかもね、たまらない。もう匂い嗅ぐのとかもすごい大好きです。ちょっとお腹が空いてきたので、今日のランチは簡単オムライスを作っていこうと思います。まずチキンライスをね、作ろうと思ったら普通に鶏肉なかったので、具材は玉ねぎとウインナーにしました。割とね、玉ねぎのみじん切りするの結構好きで、なんかうまくバラバラになると快感なんですよね。ケチャップ入れていきます。もうね、ケチャップ入れたらほぼほぼチキンライス風になるし、甘くなって美味しいですよね。はい、お皿にライスを盛り付けます。めっちゃいい感じになったんですよ。もうね、これだけで美味しそう。次は卵を作っていきます。私はね、たっぷりなバターで作るのが大好きなので、少し多めに入れます。で、なんかこういうふわふわなオムレツみたいなのは私できないので、ちょっと卵をぐちゃぐちゃに混ぜて膨らませて上にかぶせる派です。最後にケチャップかけます。なんかケチャップ不発したんだよね。いいところを見せたいのに、なんか微妙になっちゃった。いただきます。うん、おいしい。うん、おいしい。うん、うまい。ごちそうさまでした。美味しかった。はい、展示会に行くのでメイクして
準備していきます。雨でね、さっきの格好はちょっと寒すぎたので、この T シャツに洋服をチェンジしたいと思います。はい、ジャケットを羽織ってセットアップスタイルにしてみました。足元も白でこんな感じです。それでは行ってきます。展示会に来ました。前どこでのあさみちゃんがカメラ撮ってくれて、イエーイこのパンツかわいい。かわいい。やっぱこういう綺麗めっぽいね、カーキのパンツ似合いますね、せいかさんはね。ありがとうございます。コメント上手。せいかさん似合いますね。はい、このね、コトリカのコートすっごい可愛くて、色味とかデザインとか、あとね、コートがね、丈が長くて、即オーダーさせていただきました。本当に可愛かった。で、ラグナムーンからは素敵なね、お花をいただきました。お花ってなんか嬉しいですよね。私はオレンジのちっちゃいお花をいただきました。ありがとうございます。次はエブリス。イエーイ。毎回さ、種類が本当に多いからさ、みんな疲れちゃうでしょ。すごい、全然疲れないけど、毎回作るの大変なんだろうなってすごい思う。量も色もさ、確かに多いからさ、かわいい。このさ、エブリスのさ、タンクトップのパッドがついてるやつマジ使える。大体ね、背中空いてるやつはね、全部ね、ついてますよね、うん、それがマジ嬉しい。いやじゃないな、やだ、うん、気にしたくない。めっちゃわかります。ヌーブラも夏蒸れるじゃないですか。しかも剥がれる。そうそうそう、汗でベロンってなっちゃうやっぱあるあるですよ、ね、うん、ニコルに会いに行きます。あ、こんにちは、お邪魔します。あ、こちらこそありがとうございます。いたいためっちゃ仕事してる。仕事、ビジネスウーマンです。お久しぶりです。見たことあると思ったら、今日せいかさんがくるっとさっき聞いて、絶対嘘、絶対嘘、相変わらず面白い。 YouTube 撮ってんすか。あ、そうですよ、これそのまま乗るんでも。ヤッホー。待って、ちょっと待って、なになに、初めまして。ニカルンのブランド展示会来たよ。かわいい、イエーイ。待ってました。めっちゃね、楽しみに待ってた。うん、超かわいい。反応してくれたもんね。全部自分で考えたの。そうだよ。マジ。そうだよ。すごい。でもこれ着てほしいな。あ、かわいいね。あ、かわいい、かわいい。短いやつ。丈が短いんだ。はい、丈が短い。これセットアップですか。セットアップです。かわいい。 S、M あります。え、かわいい。え、これ超いいじゃん、うん、これで、これフリー、フリーマルチニットなんで、ここが外せるんですよ。へえー。で、ちょっとカーディガンっぽくすることもできるし、うん、で、このベストみたいにできる。え、すごい。これも考えたの。はい、考えました。すごくない。これがタグなんだけど、うん、これがシールになるの。丸い。あ、携帯に貼れるやつ。貼れるの。すごい。1個ついてくる。かわいい。ねえ、これ超かわいいと思ってた、うん、ブラウス、ね、好きそう。え、これ好き、かわいい。ここまで結構詰まってる感じがね。あ、いいね。結んで、まあ、結び方なんかこうしてもいいし、大きくね、リボンにしてもかわいいもんね。へえありがとうございます。こちらこそありがとうございました。わざわざ。明日も頑張って。明日も頑張ります。めっちゃ楽しかった。久々に、久々っていうかまあ会ってるけど、やっぱこうやって違うところでみんなに会うのは嬉しいですね。という感じで、どうしよっかね、夜ご飯。広尾に来たから広尾のスーパーにでも寄ってみようかな。はい、帰宅しました。今日の夜ご飯はグルテンフリーお好み焼きにしたいと思います。小麦粉は使わないので、山芋と卵を使うんだけど、結構ね、緩いから、見て、ひっくり返すの失敗しました。まあ、なんとかね、形を修正できたので、よかったです。完成、美味しそう。いただきます。お腹空いた。
400円ぐらい高っ。せっかくだからこのまま食べます。夏祭りって感じ。シャキシャキだし味付けがちょうどいい。はい、次の日はビビの撮影でした。今はねヘアメイクしてもらって撮影準備をねしていこうと思います。はい、こんな感じで今日は YouTube の撮影と紙面の撮影2つやっています。こんな感じでみんなでねいつも力を合わせていいものをねできるように毎日頑張ってます。はい、こんな感じで私のねデイリー Vlog でした。いつもね最後まで見てくださってありがとうございます。ではねまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。